疲れ様です。今日はですね、メガデスの「ホーリーウォーズ」っていう曲のリフですか。結構これ有名な曲なんですけど、俺あんまりそのメガデスとかメタリカもあんま通ってなくて、最近聴いてるんですけど、結構良くて、まあ技術的に難しいとこもあるし、レギュラーチューニングなんですけど、最近のやっぱなんかリフってちょっとヘビーなやつ多いんですけど、これ普通のレギュラーで弾けるし、かっこいいリフなんで、ちょっとやってみます。なんかね、大まかに分けるなら、なんか2セクションというか、最初クロマチックでなんかこう、こんな感じ、なんか、このダラダン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 っていう、こういうちょっとなんかよく早弾きで使うような痙攣の感じ弾いてるんですよね。一音一音弾くっていうこともいけるんですけど、なんかこうオルタネートで、もちろんオルタネートは変わらないんですけど、ちょっとこのダダンっていう痙攣っぽい力の入れ方、このセクションがもうそこそこ続くんですよね。このクロマチック3つ打つみたいな。次も、ほぼ同じ。っていう感じですかね。って感じ。で、次はちょっと長いんですけど。こんな感じですね。なんか最初のこの部分で、次ここ足されて、これ戻ってっていう感じですかね。ここがなんかまあ最初のセクションというか、っていう感じで弾いてますから、タカダンタカダンタカダンっていうリズムがもうずっと繰り返される感じで、まあ、それにこれがピッキングが慣れれば、そこまで難しくはないと思うんですけど、この感じですよね。まずはなんかこういうピッキングを練習してもいいかもしれないですね。なんか馬のなんていうんですか、足音のようなこんな感じでちょっと練習して、で、そこに、っていう感じですかね。で、次のなんか、まあ、一番のメインのリフっていうんですかね。っていう感じ。ここにもちょっと入ってるんですよね。この3つの音というか。だがだってちょっと休符入るんで、ここはちょっとなんか次のセクションに、次のフレーズに対して休符16分音符1個分空いてるような感じですかね。で、なんかこんな感じで、大まかにならこのくくりがもう一回来て、パワーコード部分が変わるだけなんですよ。3回繰り返されて、で4回目に、ここがね、なんかね、音源とか聞いてもらったら分かると思うんですけど、なんかちょっとリズム的にあれってなるんですけど、全然4分の4拍子で、少しなんかずれたように聞こえるセクションなんですけど、細かく音符理解したら弾けると思います。ちょっとでも練習してた時に、なんかね、何回やってもね、弾けないというかね、覚えられなかったみたいな。曲とやったら一緒に弾けるけど、メトロノームだったらあれどこでその和音が入るかなって分かんなかったんで、音符を
覚えるというかゆっくりやると。っていう感じだから、ゆっくりやったらね、絶対理解できると思うし、それをなんか早くした時にこうなんか頭でごちゃっとならないように裏拍で入る部分とか、なんか例えばこの、あのパーコードは7、9の部分は裏で入るんですよ。この次のここも裏で入って、でここは拍の頭で入るとか、ここもあの小説の頭で入るっていう、なんかそこら辺はちょっと理解しながら追っていくとなんとなく分かってくるみたいな。っていう感じですかね。まあ、結構ね、俺もちょっとこのリフやるにあたって、YouTube のやつ見て、まあ、もう完全に前もってやってる人いっぱいいてるんですけど、ちょっとやってみたいなと思ったんで、まあ、これをきっかけに知る人もいるかもしれないし、ちょっとやってみて、こういう最初の、っていう、ピッキングの使い方とか、結構ベタなタイプのフレーズになると思うので、そういうなんか古典的なテクニックをね覚えてもいいんじゃないでしょうか。まあこんな感じでちょっと古き良き何ですか、メタルのリフとかフレーズとかちょっと最近ねハマってて、自分も聞いてなかったのはもちろんいっぱいあるので、まあいろいろ知ってね、ちょっと皆さんにお伝えできればいいなと思ってますんで、今後ともねよろしくお願いします。